当たってるってるですが、走れ。いいとこ入ったよ。巣窟に入りましたよ。あ、来た、パニャ。皆さんこんにちは、ポテチン TV のポテチンです。いつもご視聴ありがとうございます。へいし今日はお仕事中にですね、突然ポコタから LINE が来たんですよ。ポテチン、なんか変わった高級魚食べたいって言われて変わった高級魚ってまた難しいこと言うなと思ったんですけどね、かわいいかわいいポコタのためなので言うまずめにやってまいりました。変わった高級魚って何かなって考えたんですけど、あ、そういえばポコタにまだオウモンハタを食べてもらったことないなって思ったので、今日はオウモンハタを狙いたいと思います。さあ早速ですね、時間も日が暮れるのがまだ結構早いので始めていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。本日もよろしくお願いします。ポコタ待っててね、美味しいの持って帰るよ。ポコタこの辺にいるのね、魚のお家に侵入中です。お邪魔します。オウモンハタさんいらっしゃいますか。いるのは分かってんだよ。これ一番出ちゃいけないやつだよね今日の仕掛けなんですけど、いやポコタのためだからもう絶対釣らなきゃと思って、新しい仕掛けっていうか、やったことない仕掛けを作ってみました。その名もミニミニ底物釣り仕掛け。まあ、気になる方もいるかもしれないので最後の方でご説明したいと思います。お、当たってるってる？結構流れが早いんですよ。当たってるってるじゃなかった、いっぱいになった来た来た、やったー来たー。ここね、根がかりが多いから。おお、めっちゃいいサイズの。よし、カサゴ、カサゴ来たー、やったー。あ、カサゴも高級魚ですからね。お味噌汁の具材ゲットだぜ結構いいサイズですね。やったー、ポコタにお土産できたありがとね、一緒に帰ろう。やりました。あたかもカサゴ一匹目ですっていう感じで釣ってましたけど、実はもう先に3匹釣れてるんです。またマイクの失敗を私がしてしまいまして、声が遠いんです。すごくせっかく釣れてるシーンの画像っていうか動画はあるので音声乱れてますけど、もしよかったらご覧ください。前歯一本しかないの。どこ行っちゃったの、もう一本。あー、来た、ヘパニャ。あ、ちょっと、ちょっと。あ、ちょっとドラム切る。あー、また犬が来た。
やこの釣りね、本当に本当に楽しいんですよ。だからね、絶対ポコタとみーちゃんと一緒に来たい。お姉ちゃんはね、待ってるだけだからね、お魚。あ、来た、当たってる、ってるじゃなかった、また間違えた、ヘパニャンだった。もうね、当たってる、ってるとヘパニャンを言いすぎてね、どっちがどっちだかわからなくなっちゃった。あ、取れちゃった、早かった、合わせるのが。居場所分かってるだぞ。カサゴがいるところにはオオモンハタもいるはず、仲良しなはず。ただきっとカサゴの方が食べに来るのが早いんだろうね。でベラはもっと早い。あ、来た、あ、いや、早い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 、あた、トゥルトゥル、ヘパニャン、いや、うん、ついてるか。うん、どうかな、あ、やっぱ早いな、やっぱ走らせなきゃダメか。よし、ちゃんとちゃんと走らせて釣らなきゃね。あた、トゥルトゥル、ちゃんと走らせる、ちゃんと走らせる、糸ふけ取りながらちゃんと走らせる。まじないのようだ。寝かかった、走らせると寝かかった。あ、取れた取れた、お魚ついてますように。あ、これはついてるぞ、これはついてるぞ、よかった。あ、お、よっとよっと。なんか狙ってるもの違うんだけど、結構いいサイズの。あ、カサゴ、本当はオオモンハタが釣りたいんですけど、カサゴ美味しいから嬉しいんだ。いや、本当に今日もありがとうございます。鹿児島の海最高、ありがとうね。お味噌汁になります。いや、映像は残ってない、映像じゃないや、音声乱れてる中にすごい大きいのがかかってドラグまで出たのがあったんですけど、それを釣りたくて、あ、当たってるってる、一瞬石台針の15号に変えてみたりしたけど、すごい根がかるからやめました。でもね、釣りたいからまたちょっとリベンジに行きたいなって思ってます。当たってるってるですが、走れ、走らないとどうなの。あ、う、え、やっぱにゃん、よしよし来た、よし来た、ここは早く巻かないと寝かかる。しつこい。しつこいけど、ちょっと、あ、慣れてきたよ、慣れてきたよ。あ、結構いい引き、わーい。いやー、楽しい、楽しいでいい。はい、カサゴちゃんです。お刺身でも食べれそうだよね、ちょっと量少ないけど。いいとこ入ったよ。巣窟に入りましたよ。ほんとカサゴ釣ってすごい喜んじゃってるけど、ポコタは珍しい高級魚って言ったんだよ。
あ、当たってるってる。えい、えい、ヘパニャン。よし、来た。オモンハタ来い。来い、来い、来い。あ、なんかこの引きは、この引きは、うん、うん。あ、ベラかと思ったけど、カサゴだったって結構大きいね。カサゴ大量発生です。いや、ありがたい。カサゴ大好きです。大好きだよ。味噌汁ばっかりだとちょっとあれなので、唐揚げにしよう。唐揚げ大好き。うまそうだにゃ。私カサゴカサゴって言ってるけど、言い慣れた言い方はアラカブなんですよね。まあどっちでも通じますけど、小さい頃はずっとアラカブって言ってた。アラカブカブカブって歌ってたでしょ。あ、当たってるってる。こういうね、テトラの中に突っ込んで釣ることも多いでしょうけど、もう投げてね、ちょっと沖の方にいるの、サイズ、いいサイズがいますからね、楽しいですよ。あれあれ、気のせい、気のついてないか。いや、ついてた。あ、ベラです、ベラです、ベラです、じゃないです、ベラじゃないです、カサゴです。あ、でもちょっとちっちゃいかな。ちょっとちっちゃいので、この子はリリースしたいと思います。もうちょっと大きくなってね、ちょっとリリースしようと思ったんですけど、針がっつり飲んじゃってて、このまま針取ってリリースしても死んじゃうかなって思ったので、うん、持って帰って食べたいと思います。うん、美味しく食べるからね。いや、この釣りは最強ですね。坊主知らずの釣りだと思います。何かしら釣れると思います。餌変えたらね、また違う魚が来るかもしれないし、まあ 100% って言ったら大げさなので 96% ぐらいかなの確率で釣れる釣りですかね。でしかもこれワンチャンでっかいの来るからね。なんか決まった魚が、なんだ、これがこれしか来ないっていうのじゃないから楽しいですよね。まあ釣りは大体そうか。そろそろ日も暮れてきましたので、最後にデカ版を狙いたいと思いますので、針を石台針の15号に変えました。召喚。どっち投げよう、こっち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 。さっきはこっちでデカバンかかったから、こっちにしよう。来るかな、でっかいの。結構いいとこ、さっきもあの辺だったよ。大体だけどね。なんか釣る目的が大物旗からもうデカバンになってる。いや、でっかい大物旗を釣りたい。うわあ、当たってきた。ヘポニャン。え、嘘。え、早くない？え、ただそんなに大きくないと思うんだけど、でも石台針の15号だよ。あれ、取れた。え、ちゃんとかかってた。あ、いや、でも餌ついてるね。え、勘違いかな。いや、でもなんかいたよ。よし、
同じとこ入りますように。おいしゃ。なんかすごいつっついてるんだよ。当たってるってる。つっついてるけど針がかりは多分しないかな、ちっちゃいのは。よく石台針15号食べたね。あ、お魚のサイズじゃないんでしょうね、あの口の大きさ。ちょっと小さいのでリリースします。おじいちゃんがよく言っていました、でっかい魚を釣りたいならでっかい餌を使いなさい。ってことでこれ本当にラストです。これで餌も最後なので。でかすぎだろこれ。これ食べるって相当大きいよね。よし、まあ餌取りもいるかもだけどね。はい、でかばんがいるところに行ってらっしゃい。どんなのが食べるかな。はい、本日の釣果です。ポコタにお土産、アラカブ、カサゴいっぱい釣れた。持って帰ってお刺身と、あ、ちょっともう、おお意外と元気だった。持って帰ってお味噌汁と唐揚げにしよう。1,2,3,4,5,6,7 匹釣れた。しかも結構いいサイズ。あ、8匹だった。あと1匹いた。よかった、大量大量。楽しかったよ、すごい楽しかったよ今日。プニプニ、あ、すごいね、鱗すごいね。ひらひら。カサゴってすごい綺麗ですよね。うん、ポコタにじっくり見せてあげよう。残念ながら今日釣りたかった大物ハタは釣れなかったんですけど、きっとポコタは優しいのでカサゴこんだけいっぱい釣って帰るので喜んでくれると思います。何度も言うようですが本当に今日の釣りは楽しかったです。とってもとっても楽しかったです。お魚いっぱい釣れましたし、鹿児島の海は本当にいいですね。お魚たちもありがとう、海もいつもありがとう、本当にありがとう。鹿児島大好きです。それでは今回の動画も最後までご視聴ありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。